こんばんは。聞こえますか？ 行くまけ。もう俺辞めるけん。マジで。もう引退した。ガチで。本当やけん。5万負けたんだが、お前ら。何の天国ゼロ。で、2000またいで。何も起こらずに。上がりもせず、5万負け。もう嫌になった。何十回目だって。いや、もうほんと嫌。もうおもんない。つまらん、つまらん。スロットはクソ。でもな、我ら、置き時が出るんだわ。新しい。 今度はゴージャスだって。置き時ゴージャス。 もう騙されとんかな、俺。買ったらおもろいの。で、今日は今日で仕事前に病院行って、9時半に病院行って、終わったんが2時半やで。どうなんこれ。心臓のエコーを取り、足からの血流のエコーを全身取って、なんもないって言われたけど、お前らどうしたらいいん俺。もう付き合っていくしかないんかなって言われたんやけど。は？何があって。プロは8時に行く。いや、もうな、屋上まで車がいっぱいだった。慢性冷え症？これ。そういうことな。ただの老化？本当な？そんなことある？神経系？いや、神経も別に何もなってないって言われたし、もう飲んでいいっすか？冷えるんよ。すっごい、すっごい冷えるよ。唐辛子入れろ。リウマチ？くっそ。血管が細なっとんや。そういう問題なのかな。そんなん言われんかったぞ。血管とかめっちゃ見たんやぞ、俺。はあ、血流も、別にって。運動しろ。なんでこの部屋こんな寒いんで。落ちますか。クーラーとかつけとったんじゃなかろうな。肉体が衰えてるからだ。本当。熱なっとん。ああ、もういやいや、本当。もう俺はやめるぞ、人間を。頂上。スロットのパチンコもクソじゃ。ほんと。ええことない。人生を損するだけじゃ、あれ。これからは競馬じゃ。いやいや、き。考えるのをやめた。競馬の時代よ。なあ！凱旋門師匠も、時代は。大戦もやるん？やります。ソジー買います。俺そうだそうだって。香港、香港はやらん。もう凱旋門から秋華賞って感じだろ。ソジーは切れる。いや、切れんね、ありゃ。ロンシャンに強そうやし、フランス馬で輸送もないし、ええー、とこ取りじゃ。あざす。新エンペラーどう思います？まあ、新エンペラーは、欧州の方が合っとるとは思うよ、ババは。でもな、アベマがちらつくんに、俺には。新エンペラーから。藤田の力が発動するけん。
まあ、ソジじゃろうな。大体、うまみないし、日本馬とか相当オッズ上がるけん。ジャパンで勝ったら。世話になってるのに。確かに。それはまあ確かにそうじゃが。アベマにはお世話になっております。うまみはないと思うよ。はっきり言って。絶対上がるで、4倍とかよ。下手したら一番人気もあるで。ジャパンの。いい馬持ってる。まあでも新エンペラーも勝ちきれんとこがありますからな、うん、実際問題だってあれじゃろ、サツキダービーとましてやホープフルで負けてるでしょうよ。何？アイルランドチャンピオン S っていう風に出て3着取ってるんだが。もうこいつ海外行っとんか。あ、ここでも勝ちきれてないわな。うん、オラーある。オラーないやろな、これ。しかもこっちじゃないやろ。ニエル賞とか。あっちじゃない、普通行くん。なんでアイルランド行っとん、こいつ。いや、あかんでしょ。やるならもっとあるでしょうよ。ロンシャンで、お前、調整せえよ。ロダンの磁石、ロダン、雨の音です。めっちゃ雨降ってます。スルのリゼロ2、歌ん、そんな絶対打つわけないだろう。寒いな。 T シャツじゃもうきついかもしれんな、これ。台風も来よる。ええことないの、ほんと。マジで大、あれや、天中札や、これ。かぐや様のスロは。歌んな、もう。てかもうスロット歌ん。もうやめてくれ。俺にスロットのこと言うん、今。もう離れるけん、俺。ついに。ちょっと距離を置くわ。多重人格だ。シャガ、かぐやで4000枚出してた。なんでや、かぐやなんか、うちを。そば？2、3日距離を置くわ。かぐや様で6000枚も出してたって。あいつお前豪商かって、お前変なん掴んどったろうが。ネオンのにお前なんかジャラジャラ言い出して、うっせえなこいつって思って見たら豪商があったんだが、俺の部屋に。ボリュームが上がらんって。それはもうあれや、どうにもならんわ。音小さい。いや、まああれは確かに小さいな。俺がもうパチンコの知識をフルに活用して探ってみたところ、まあ無理やな。なんならラームクリも効かんかったし。捕まされたんや。いや、まあ捕まされたっていうか、どうなんやろな、あれコントローラーがバグっとんじゃないか。ホリウもボタン押さなたまらんかったし。段階ボリュームの配線交換できるの、そんな知識はございません。
まあいろいろあるっちゅうわけや。あ、でもそこはちゃんと対応してくれるんじゃない？ええとこで買っとるしやろ。さすがにあいつもお前どんだけバイヤーやっとると思っとんど。またパチスロ戻りつつある。いい傾向だ。良いぞ、良いぞ。あいつはもっと涙目にならないかんのじゃ、スロットで。俺レベルで。ヤフオクのやつから。渡るね。なかなかな橋を。それがひどいやつみたいで今日も配信で切れてた。やってくれましたなっていうやつか。なぜ笑うんだいって。いや、勝っとるけんええや。もう俺は勝てる気がせん。ほんと、今。くそぼろ。ほんと。もう、幻滅した俺、スーパーキスケパオに。いつもだろう。いや、今回は、ほんとに。豪商打ったことある？あるよ。まあ俺百列の方が好きやったんやけどな。豪商もまあ打ったわ。買ってないけどな。一発でしか打ち取らんかったような気するわ。ショート ST の百列。エヴァンゲリオンも600余りのつけたんやけどな。129の単発ですわ、これ。何ギャンチューの弟って言われてる。まあ、お前がよう言えるな、っていう話やけどな。下の根も乾かんうちに。傍聴性。いやー、違うでしょう。間違いではない。そんなことはございませんって。事実も収めとるし、今迷境止水の領域まで来てるけん。坂崎のおっちゃんレベルでもうやらんでもええなって感じですわ。見分けすぎて嫌になってるだけ。まあそれはあるけどな。ギャンチュードはヒロさんの方が上よ。いや、そんなことないって。いや、上かな。またすぐ打つくせに。まあ、それは否めんけどな。まあ、とりあえず俺はちょっと、まだ進まないかんのじゃ。チークを。それやりたくなるさ。まあ、ゆっくり待っとってや。俺の完全復活を。借り物競争。まあもう準備は整っとるけんの。タグだけもらえたら嬉しいんだが。借り物の